はい、皆さんこんばんは。今日はですね、2018年6月の22かな、22日、夜中の20時51分です。よろしく。いや、ぐっすり寝たよ。はい、お疲れ。はい、久しぶり。はい、お疲れ。今、髪の毛切って飯食ってきて、これから髪の毛染めるところだね。みんなお疲れ。いよいよ明日だね。はい、わざつ。どう？みんなワクワクしてきた？楽しみだね。1年ぶりのお祭りだからね。いよいよだね。うん、はい、お疲れ。明日ね、会場でみんなと会えるのを楽しみにしてるからね。はい、風船ありがとう。あぼあぼ。はい、お疲れ。こんばんは。この画像はお気に入りだね。結構かっこいいでしょ。プロの、カメラマンに撮ってもらったんだけど、スタジオで撮ってもらった。で、気に入ってるね。背景が赤だとなおさらいいんだけど。ああ、そうだったんだ。来れなくなっちゃったんだ。残念だね。そうそう、プロの、本当に、なんだろう、まあ、名前は言えないんだけど、結構活躍されて、プロの人が撮ってる人だよ。もう写真の出来が全然違うでしょ。明日朝から出かけるから、捨て頃本番で和道さんを見ることになります。捨て頃本番で和道さんを見ること。金魚鉢来るんだっけ？ T シャツ買ってね。よろしく。T シャツ届いたよ。うん、地方勢かな。オフ会参加すんの？オフ会だけ出たい人も募集してるからね。夜中に新宿集合で。金魚鉢来んだっけ、現場に。今から髪の毛染めますね。ツイキャスで見る。はいはいはい。どうなるかね。ありがとう、ハートありがとう。ツイキャスでワードコメント頼むね。明日病院なんだ。体重はね、俺重量制限ない。だいぶ増やしたよ。俺は減量ないよ。バッチリです。ふわっちは配信ないね。ツイキャスだね。ごめんごめん、電話かかってきて、日高さんから電話かかってきて、放送切れちゃった。悪い。すまんすまん。高い方お疲れ。電波障害じゃなくてね、日高さんから電話かかってきた今。はい、こんばんは。お願いします。領収書をください。はい、はい、我々の我に道路の道で我の道って書いてください。はい、ポイントカードよろしいでしょうか。あ、はい。あ、細かいのあるかな。ちょっと待ってください。細かいの。220円あるか。これでプリントカード大丈夫です。はい、かしこました。先に502のご用意です。20の回収となります。お待たせしました。ありがとうございます。またお伝えします。はい、ありがとうございます。ご紹介でよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。371円頂戴いたします。いいんです。ご承知します。2001円をいらっしゃいませ。ご承知もお届けしました。ライムアイテムありがとう。ライムいつもありがとうね。ライムはいつも俺のことよく書いてくれるから嬉しいよ。いよいよ明日だね。こっちだよ。ハートありがとう。アイテムありがとう。あやちゃん、今日はねふわっちで放送だね。まあ後で向こう行くけど任せて。任せて。おい、アイテムありがとう。なんかね、リスナーの前評判だと俺負けることになってるらしいよ。笑うよね。バッチリ寝たね。アイテムありがとう。バッチリ寝たよ。完璧。今から整体行きたいなと思ってんだけどね。見返してやるっていうかね、まあまあいいんじゃないって感じだよね。へえみたいな。向こうが勝つと思ってんだみたいな。美味しいよね。美味しいよ。別にアプリは取っといていいんじゃん。消す必要ないでしょ。昨日の練習仕上がってきましたね。うん、体調いいっすね。まあ明日の体調がね良くなるように万全にするためにちょっと整体行かないといけないんだけど、今から髪の毛染めて夜中歩いて整体行こうかななんて。やっぱ疲れがねガッと抜けるからね。ヒカルくんも誘っていきたいぐらいなんだけど、まあね努力した分仕上がってますよ。努力は裏切らないからね。髪染めるのまあ普段通り半分赤に染めるだけ。もう髪の毛は切ってきたから今からのんちゃんに染めてもらう感じかな。いつも通りだよ。ありがとう。風船ありがとう。スタミナ切れるの待たないよ。待たないよ。髪染め配信見たい？いる？4分間しかないからスタミナ切れるの待ってる時間がないね。長期戦だったらその作戦いいんだけどね。多分ね直樹兄さんスタミナあるよ。息切れ半端ない。息切れしないから。はいこんばんは。はいこんばんは。見たいっていうかなんか映像はふわっちではつけたくないね。なんか気分的に準備まあグッズも届いて T シャツもできて横断幕もできて、あとは髪染めて体ほぐして、あとはそんな感じかな、準備は。はい、こんばんは。まあまあ仕上がってますよ。ただいま、のんちゃん。じゃあ、のんちゃん仕事だよ。はい。はい、ファイターありがとう。俺持ってて。あ、ついてないから。いや、ついてるけど、声しか入んないから。うん。よっしゃ、髪染めっか。ちょっと待って、服脱ぐから。右半分染めて準備して、もみあげはどうする？俺ひげも赤にした方がいいと思うんだけど。なんで？かっこいいじゃん。なんだ俺だよ。俺だよ。なんで上がるんだよ。俺だっつの。袋が怖かったんだよ。袋か。はい。俺。前回見てセコンドで泣いた。あ、ロハコさんね。これなんか配線さ、これさ頼むよ。はい、頼むわ、飲んじゃ。見えてる？みんな聞こえてる？じゃあお願いします。はい、聞こえてる？音 OK、 ありがとう。もみあげも赤にした方が、ひげもいった方がいいでしょう。なんで？変だよ。変だよ。なんで変なの？だってさ、繋がらなくない？じゃあひげ赤なしでいく？はい、こんばんは。書いてあるでしょ。4分で決着がつくなら一瞬たりとも放送を見逃せないですね。ああ、もう見逃す瞬間ないっすよ。灰皿ちょうだい。ないっすよ。見逃す瞬間はないっすね。そこはまあボクシングの面白いところだよね。明日何時からだろう。ステコロ会場、放送スタートは19時からだから、第2試合だから、まあすぐでしょう。10分後とかじゃない？わかんない。段取りがちょっと把握してない。はいはい、応援ありがとう。パウダーを混ぜ合わせます。パウダー何振りって書いてある。気合入ってる。うん、平常心だね。今平常心かな。30回程度。30回程度、はいはい。入場曲は、いや、なんか失敗しちゃったんだよな。仮面ライダーにすればよかった。なんか、別に大した入場曲じゃない。ネタぶっこんでないね。普通の入場曲、フリーミュージック。ありがとう。頑張るよ。こんなもんかな。こんなもん。ふみちゃんメガネかけてる。はい。明日物販ね、T シャツとステッカー3種類と、あとプロマイド出しますね。ありがとう。アイテムありがとう。みんなで和道コメント書きまくってね、よろしく。ありがとう。マキルさんから花火いただきました。マキルありがとう。もう狂ったように応援コメント書いていいよ。あ、和道のリスナーやべえな、気合入ってんなって、こんなにファンがいるんだっていうのを見せつけてやろうぜ。どの明日来んの？明日会えるのかな？ハートありがとう。米勢頼むよ。コメントも含めて強さだからね、配信者の。ステッカーぜひぜひ買ってください。うん。よろしく。20万ぐらい売り上げないとね、採算が合わないよ。いいんだよ、3枚ぐらい買ってもいいよ。風船ありがとう。狂ったようにアイテム買ってください。お布施お布施。これも30回以上。お前ブロックな。会場で大声でいいよ。ぐしちゃってくる。あれ、充電されてない。なんでだろう。されたか。ありがとう。はい、花火ありがとう。特命さん顔出しはいいや。顔出しは向こうでする。はいはい、ありがとね。半分ね、のんちゃんわかる、うん、後ろもだよ、短いところも。うん、ワセリン取って顔に塗る。顔と耳に。グッズ、あ、通販で買えるよ。通販で買える。 LINE か DM だね。うん。LINE か DM です。捨て頃後に販売しますんで T シャツは。これでいいかな。うん、はい。はいはい。後ろというよりも長いところから、短いところすぐ染まるから。はいはい、T シャツね、よろしく。サイズ限定品だからね。割引で、最初の30着は5000円で販売するんで。早いもん勝ちです。ヒトラさんおはよう。30着限定5000円。買ってください、皆さん。あ、予約はまだ開始してないので受け付けてないですね。DM か LINE なんで、捨て頃後にちゃんと枠開くから、その時買って。ん？背中に垂れた？はいよ、達彦。はいはい、久しぶり。はいよ。よろしくね、応援。ワドティいっぱい欲しい？ああ、全然全然、複数枚買っていいよ。ぜひぜひ。みんなの名前が入ってる T シャツだからね。一番塗って大丈夫？じゃなくて手でやった方がいいんじゃないの？口の方がいい。あ、そう。短い。あ、短いじゃん。いや、短いからゴシゴシやった方がいいんじゃないの？どう達彦仕上がってる？達彦と俺あれだね、前評判なんか負けるってなってるね。笑ったよ。達彦と俺負けるってなってた。くっそウケるわ。だからあれだな、練習動画とか見てないんだな、みんなな。だから明日度肝抜かれるぜ。いや、俺のリスナーしか俺の強さ知んないんだよ、達彦と。超熱いんだけど。いや、勝つっしょ。いや、勝つっしょ。負ける絵が見えないもん。予想ね、TJ さんの枠でやったけど、達彦と俺だけ、俺は予想外だったかな。え、みんな負けると思ってんだって。Twitter とかでもみんなやってたりとか、あと TJ さんが500人ぐらいの枠でやってたけど、みんな負けると思ってるね。結構いかつめの T シャツですね。うん。いや、もう完全に流れ俺に来てるよね。完全に流れ俺に来てる。ね、何ヶ月間もね歯食いしばって努力嫌いな俺がねトレーニングしまくったからね。俺が生まれ変わったのを知らないんだよ。鮫島さんからもね夕方電話来たよ。頑張ったなーって、いや正直強くなったよってね。えそうそう、努力はあれなんだよ、勝つためにやるんじゃないんだよ、運を呼び込むためにやるのだって。あれだよ、以前の YouTube って1年前のやつでしょ。全然別人だよね。全然別人だよ。昔の1年前の俺しか知らないんだよ、他のリスナーは。だから負けるっつってんだよ。あんなんじゃ勝てねえよっつって。えってなるだろうね、本番。ああ、ロハコさんも背負っていくよ。別人だよね。ありがとう、シャドウよかった。ツイッターのやつかな、シャドウ。綺麗になったよね、だいぶね。ね、どっちが勝つか分かんねえから見てる方は面白いんだよね。いやー、恵まれてるよね、人にはね、相変わらずね。超強運だよね。人との出会いに半端じゃなく恵まれてるから、リスナーさんも含めて。なんかの星に生まれてるんじゃねえかと思うよね。すげえ強運だよ俺は。ねえ、ヒカルくんの枠とかね。今日は前夜祭だろうね、どこもかしこも。どこもかしこも飲んでるでしょ。初見さん、アイテムありがとう。初見さんなのに嬉しいよ。楽しんでってね。はい、みつけおはよう。こんばんは。うい、カズ、花火ありがとう。任せろ、任せろ。カズ何時頃来んだ？のんちゃん2時には入ってるけど。おい、たくみさんバーガーありがとう。わたつ。たくみさん明日よろしくね。そうだね、ボクシングは実はね上半身のスポーツじゃないんだよ、下半身のスポーツなのだからね。キックボクシングの方が足疲れると思ってる人、俺もそうだったんだけど、そう思ってたけど、実はねボクシングの方が下半身筋肉痛になるんですよ。意外でしょ。ボクシングは下半身のスポーツなのだから、筋肉痛はねふくらはぎ、足の裏、太もも、腰、背中、実はね二の腕とか全然痛くなんない。二の腕痛くなるっていうのは間違ったパンチ打ってるから。一旦なじま放置します。うん、これ全部使い切っていいよ。もう使い切った中身。まだいいよそれ。時間が経つと効果なくなるからべちゃべちゃに塗っていい。スタミナ OK だね。バーガーありがとう。1回5分やるって。5分 OK。 手伝うんだったらまあ3時ぐらいと、まあ2時に入ってもいいし任せる。それは5時頃行こうと思ってた。あ、そう、まあ任せるわ。まあみんな早めに来てるよ。ありがとうワウワウさん、花火ありがとう。サンキュー。体調だね。あとは朝起きた時の体調、もう今日の夜、昨日今日完璧だから、かなりいい感じだから、明日の朝起きる、まあぐっすり睡眠とることと、まあ整体これから行くんだけど体をほぐすこと、あとはまあビタミンとかよくとって、もう体調万全にしますんで。朝起きた時に決まるからね。今回はでもまあ練習も積み重ねてきたし、だいぶいいんじゃないかな。昨日体のキレすごい良かったね。はいはい、了解。ツイキャスで鬼のようにもうコメント打っていいよ。ワードこんなに応援されてんだ、意外だわって驚かせようぜ、新規リスナーに。直樹兄さんなんか欠かせねえよ。いや俺会場でリアルだとめちゃめちゃ声援多いから、うん、はいワードつ、めちゃめちゃ声援多いからびっくりするよ、多分数が。だテルと俺の時なんかほとんど俺の声ばっかりだったじゃん。任せて、狂ったように叫んでいいよ。5分ぐらい経ったかな。どうだろう、もう経ったんじゃん。そうだね、ワドコール頼んだよ。なんかあれでしょ、捨て頃専用のアカウントがあるんでしょ。おー、え、カリちゃんって明日頑張ってねって明日出るんじゃないですか。え、っていうか何気に俺カリスマさんと会うの初めてなんだけど、超楽しみにしてますね。俺カリスマさんともう名前知ってから、ほらコーラの関係で長いのに、カリスマさんと会ったことなかったんだよね。カリスマさん一時期やってない時期もあったし、明日楽しみにしてますね、お会いできるの。なんかツイキャスなんか便所さんが言ってたよ。うん。あ、便所さんのアカウントが公式なんだ。なんか見逃さないようにね。まあツイキャス開いたらトップでしょ。捨て頃より閲覧集めるイベントあったら引くよな。楽しみですね。ぜひぜひ。もう4年間名前知ってるのに、4、5年名前知ってるのにお会いしてないので。うん。あ、いいよいいよ、ライム狂ったようにもらっても絶対倒れねえから打たせてやれよ。大丈夫だよ、全部避けて全部ブロックしてやるよ。間違いなく明日はトップだから、ツイキャス開いたらもう全部一色でしょ。コレコレさんも多分かぶせないと思うし、筋肉痛で腕上がんない、みんな一緒っすよ。整体行った方がいいっす、整体絶対今日整体行った方がいいっすよ。疲れの抜け方半端じゃないです。僕も今から行くんで金かけた方がいいっすよ、カリスマさん間違いないっす。前回行ったんですけどもう次の日絶好調っすから、90分コースとか2時間コースとかがっつり金かけた方がいいっすよ。ありがとうございます、匿名さん。花火ありがとう。今髪の毛染めてますよ、僕は。ね、上がるよね。閲覧もね、俺なんだかんだねぶっぱねると思うよ。下手したら前回よりも上がるんじゃないの。のんちゃん2時頃着いたら「いや座るところがないから不安だ」って言ってるから「カズと飯でも食ってろ」って言ったんだけど、のんちゃん俺放置するしかないから荷物運んでもらうから、だからカズがいてくれたら助かるなとか思ってたの。明日来る人がのんちゃんと一緒にご飯食べたり。のんちゃん足悪いからさ、筋膜炎って言って歩けないんだよ。だから誰かね、知ってる人がいたらのりこを面倒見てくれると嬉しいなと思ってたんだよね。だから何するかオロオロしてる今ね、うん、のりこはもう会場の外にほったらかして放置してる。ちょっと待って、足しびれてる。ちょっとマゼンダさんいらっしゃい。あ、いいよ、来れる時間で。のりゆきさんから俺のところに流れてくるって奇跡なんだけど、俺5年間配信やってるけど石川からっていうコメント初めて見たんだけどなんでのりゆきさんから俺のところに流れてくるの。のりゆきさん俺の話題出さないでしょ。ありがとうみーたん、花火ありがとう。へえ、俺の名前出したんだマゼンダさん、俺言っといてください、のりゆきさんにありがとうって。はい、鉄馬いらっしゃい。へえ、たくみさんとのんちゃんは面識あるよ。たくみさんが何時に入るのか分かんない。のんちゃんがね、なんか緊張しまくってんだよね。俺は意味が分かんないんだけど、出るの俺なんだけどね。たくみさん、たくみさん、ああ、なるほどなるほど。ああ、ありがたいっすね、のりゆきさん。まあね、オフ会行きたい人も連絡くださいね。夜の12時新宿に行ったら僕に LINE くれたらね、オフ会招待しますんで、和道リスナーはみんなで飲みましょう。ワクワクするね。そうね、やっぱ捨て頃のね、やっぱ去年の動画とかみんな流してるから緊張はするよね。心臓がドク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 。ありがとうマゼンダ。もしよかったらフォローしてね。ツイッターとかもやってるから嬉しいな。ありがとう、来てくれて。ちょっと待って、ベッドが歪んでるから座りづれ、うん、サンキュー。マゼンダさん、タバコでよく見るな。どこの枠だったかな。いや、遅刻しないしない。明日、鮫島さん迎えに横浜まで行かないといけないから。カズアさんありがとう。頑張るよ。ライム、クール花火ありがとう。楽しんでね。年に1回のお祭りだから。ありがとね。クール花火ありがとう。みんなで盛り上がってこう。迎えに来なかったら行かないって。いいんだよ、レジェンドだから。後輩が足になるんだ。帰りはね、電車で帰るって言ってたけど、新宿で降ろしていいよって言ってた。うん。でも鮫島さんがこの十何年のキャリアの中でこういうイベントとかに出たの初めてなんだよ。お前だから行くんだからなって言われたもん。はい、和田つ和道が誘ってくれたから、お前以外だったら絶対出ねえからって、お前が今まで俺の企画断ったことないから俺は行くんだよって、うん、そう言ってくれた。風船ありがとう。そうか、海宝に会うの初めてか。いや珍しいよ、鮫島さんがイベントに出るなんて。いや嬉しいよね、そう言ってもらえるとね。他のやつだったら絶対俺は出なかったって、お前は俺の企画断ったこと一回もねえかんなって、たまには協力してやるよって。結構激レアだよ、鮫島さんが会場で見れんの。今回はね、なんだっけ、セコンドが豪華だって言われてるからね。セコンド確かに豪華だよな。演者よりも豪華だからな。よかったよね、鮫島さんにくっついてってね。裏切らない、あの人は。渡辺さんありがとう。風船ありがとう。かっこいいよね。鮫島さんの缶バッジ30個限定って言ってたよ。30個しか持ってかないからって。あ、カズンさん来てくれたんだ。よかったじゃん、海宝。おい、ティッシュティッシュ。はい、オッケー。塗ればいいでしょ。うん。ちょっとこっち向いて。うん、はい、サンキュー。よし。10分から30分。はいはい。捨てていいよ。じゃあこっから30分髪の毛染めるから30分だから30分ね、72分か。明日のご飯言えないんだよね。ごめんね。カズンさん来た？どこ LINE 見た？あ、見ました。ごめんなさい。放送中 LINE 見れないんですよ。だけど、見ました。お願いします。明日ね、カズンさんの試合着貸してくれんだよ。やばくない？やばくない？チャンピオンのウェア着るんだよ、俺。うん。ああ、ベンジャーさん、ワドウさんと連絡取れないで心配してた。うん。ワドウは雲隠れしてたって伝えといて、マキル。うん。明日だからあれだよ、プロのチャンプのウェアを着るんだよ。カズンさんお願いします。やばいでしょ。やばくない？ガチ上がりでしょ。超サプライズなんだよね。ワド君ウェアあるのって言った。いや、なんか普段着っていうかなんか買ってあるやつですって言ったら、じゃあ僕の着るって言ってくれて、いや上がりますね、テンション。すごいでしょ。半端じゃないよね。いや悪いよね。やったでしょ、うん、勝とうね。いや普通切れないぞ普通。ありがとうケンさん、ありがとう。明日頑張るよ。もしよかったらケンさんフォローしてね。運がついてくるよね。うん、ネタ企画の捨て頃だったんだもんね。ただぶん殴り合うだけのがさ、なんかさ、いろんなね一流の人が集まってこう応援してくれて盛り上げてくれるんだよ。すごいよね。あ、マジっすか。そんなゲームも担いでいただいて。だから明日は珍しく赤黒和道じゃないから、珍しい。俺が赤と黒のさ、赤黒白のさ以外の着てんの珍しいよ。うん、すんばらしいでしょ。やっぱ出会いだよね。本物の出会いは人生を根本から変えるって言葉を思い出すよ。本物の出会いは人生を根本から変える。祭りだね。明日何気にね、もう配信会のレジェンド総集まりぐらいだからね。まあうなは来ないけど、配信会のお祭りだからな。カズンさんはねダイエットのプロでもあるから、スタイル作りのプロでもあるから、痩せたい人とかスタイルきれいにしたい人、絶対カズンさんに聞いた方がいいよ。カズンさんのジムフォローありがとう。 Twitter と YouTube もよろしくね、みんな。カズンさんは実は今パーソナルトレーナーって言って体作りのプロでもあって、カズンさんのジムに行くと DNA レベルであなたはこういう体質を持ってるからっていう検査とかもやってくれる人の。だからその食べ物を何食べた方がいいとか、走る運動の仕方とか全部もう科学的に教えてくれるよ。超おすすめだよ。だから食い物明日何食べるのか言えないっていうのはカズンさんからアドバイスされてるから、相手に盗まれたくない。シンさんどうもよろしく。いやすっごい体だよ。でカズンさんのジムの方とかもお会いしたことあるんだけど、みんなスタイル女性も抜群、モデルさんみたいだよ。だからあれだよ、海宝なんか痩せたいんだったらカズンさんの枠お邪魔すればいいんだよ。最高だから。そうしな。朝何食べて夜何食べたらいいとか全部答えてもらえるよ。どういう運動が痩せるのか、どういう体になりたいのか。のんちゃんコーヒー買ってきてくんね。コーヒー2本欲しいな。あ、行ってみるんだライムさん。確かね初回90分5000円だって。しかもマンツーマンで教えてくれるから、ボクシング習いたい人ミットとかもやってもらえるらしいよ。俺ちょっと内容わかんないんだけど、問い合わせがなかなか繋がらないんだ。いや、カズンさんに DM かなんか送れへんじゃないの。いや、マジでおすすめだよ。カズンさん人柄もすげえ人格者だから、絶対ファンになるよ。のんちゃんもなんか飲みな。コーヒー2本買ってきて。うん、いい。多分これ足りるかな。もう100円も。ねえ、かっこいいよね、カズンさん。カズンさんでも鍵垢じゃなかったっすか？ツイッター鍵かけんのやめた方がいいっすよ。多分ネット活動鍵かけてると確か。DM つながんないとかあったような気がする。よいしょ。あ、鍵垢取りました。了解っす。しかも何個かアカウントあるから分かりづらいんだよね。今度はあれですね、ウェブのどういうふうにやったらいいか、今度ぜひぜひシェアさせてください。こういうふうにやるとリスナーさんがこうやりやすいとか。マンツーマンでトレーニングは超豪華だよな。めちゃくちゃいい汗かくよ。やっぱ何をやるのかじゃなくて誰とやるのかだからね。初見さんいらっしゃい。昨日爆睡しちゃったから昨日の動画まだアップしてねえや。へへへ。あ、ヒカルくんのリスナーなんだ。ありがとうにゃんね、来てくれて。いよいよだね。もしよかったらこっちもフォローしてね。ありがとうね、ヒカルくんから来てくれて。変なプレッシャーないね。前回正直言うと勝てるって言ってたんだけど、毎晩負ける夢見てうなされて、勝てっかなと思ってたけど、今回勝つ夢しか見てねえ。ああ、今回ね、勝つ夢しか見てないっすね。最高っすよ。全くプレッシャーないね。からね、心臓はちょっと鼓動は上がるんだよね。みんなが捨て頃の話題してると。特命さんどうもどうも。うん、楽しんでね、明日は。お祭りだから。直樹兄さんに俺を指名したこと後悔させてやるから。いや、めちゃめちゃ、ね、寝れてるよ。爆睡爆睡。今回全くなんか負けるビジョンが持てないね。それくらいやってきたしね。なんか練習量だと思ってて、今回は練習の量が半端じゃなく多かったから、なんか不安がないんだよね。いよいよだね。はい、ワード2ボケナスさんありがとうね。読んでたよコメント、超嬉しかったよ。ボケナスさんほんと感謝ね。なんかこう叩かれてる中さ、こうみんなが応援してくれてるコメント、本当に俺は本当のファンだと思ってるから、ああいうなんか多枠に出た時にさ「いやワド好きだよ俺は」とかさ「ワド悪いやつじゃねえよ」とか書いてくれて本当ありがとう。よろしくね。そういう時に出るよね。ああ、真島さんありがとう。アイテムよろしく。明日楽しもうね。ぺこぽこランドはどつフォローありがとう。そうそう、練習重ねてるから。カズンさんが俺をそこまで追い込んでくれたからね。もう正直ね、俺がここまで仕上がったらいいなと思ってた3倍も4倍も引き上げてくれたから。はい、どうもどうも、ワドツ。楽しんでって。前夜祭だよ、前夜祭。おはよう。ねえ、ほんとだよね。限られた時間の中でどこまで強くなるかゲームだからね。はい、ワード2。おー、緊張るさんハートありがとう。どうも。はい、ワード2。へへへへ。しかもさ、ピーカブースタイルっていうのがさ、みんなにさ、やめろやめろって言われてたじゃん。ピーカブーなんかもう終わったスタイルなんだからって。ダメだよって言われてたけど、だんだんピーカブースタイルがハマってきたよね。なんかインファイトやっぱ熱いよね。どうもどうも、明日っすね、いよいよ。顔見せんのは俺はもう、あれかな、YouTube ライブやるときでいいかな。うん。声だけでいくよ。ありがとう。応援ありがとうね。明日コメント、あれだよ、タイムシフト見るときにコメント誰がどんなこと書いてるか監視するからね。ああ、この人いっぱいコメント書いてくれてるなって。応援コメント頼むよ。意外とファン多いところ見せてやろうぜ。いや、昨日すごかったよ、みやびさんの枠で。みやびさんのタイムシフト見てごらん。半分ぐらい俺の悪口だったよね、昨日のみやびさんの枠。金梅さんの枠に移動した瞬間ピタッと止まって、なんかみやびさんのリスナーは俺のこと嫌いらしい。ツイキャス併番されてんの、うん、赤髪いけって書いたんだ。今年は生で見れるから、生の感動もシェアできるからいいんじゃない。いや、生で見たら全然違うよって。いや、昨日アンチコメントすごかったよ、みやびさんの枠。めっちゃ叩かれてたよね。うん、すごかったよ昨日のみやびさんの枠。それでも「いやワド誤解してるよ」とか書いてくれたり、「ワドレスさん全然いい人だよ」って書いてくれる人がいて、すげえ嬉しかった。ボケナスさんとかも結構書いてくれる。ライムがね、すげえ書いてくれて、ああこの人ファンだなと思って、大事にしようと思ったね。こういうその多枠出た時に分かるよね、手のひら返さない人。あ、この人本当に俺のファンなんだって、一生大事にしようと思った。いるんだよ、手のひら返すやつが。こっちの枠ではいいこと書いてて、多枠だとなんか微妙なこと書いてるやつ。あ、ブロックされてたんだ。うん。ヒカルくんの枠とかでもよく書いてくれてたよ。うん、あと12分か、あと14分。いいね、上手だね。キンキン、まあ、キンキンになってきた。どれだね。お、いいね。まあ、キンキンだね。いいじゃん、いいじゃん。いかつい髪型になっちゃったね。よいしょ。後で見れる？あ、YouTube ライブで顔出すよ、後で。T シャツは、アンチは T シャツのことも知ってて、どんだけ監視してんだよと思いました。アンチのコメントを見てると、あいつら実は和道ヘビーリスナーだよ。知ってるよ。いや、今後のこと考えてない。いや、今日は顔出さない。ふわっちは顔出さないっていう。お前が軍曹に勝てるわけない。俺、みやびくんじゃないんだけど。本当に軍曹のファンなの。ちょっと待って、煽りをさ考えて、直樹兄さんに勝てるわけないなら乗っかるけど、軍曹関係ないんだけど俺と。その煽りは乗っかれないんだけど、どういうこと？全く関係ないかんね。なんで俺にそれを書いたんだよ。うん、ちょっと間違えてるから、対戦相手俺じゃねえわ、軍曹の相手。色が黒いやつだから、色が黒い名古屋の人だから。レベル高いね。すげえ高度なテクニックのコメントだよこれ。人間違えってやつ。髪の色赤黒っすね。僕本当に赤と黒と白しか身につけないっていう風に決めてるんですよ、もう何年間も。だから僕がなんだろう、黄色とか青とかつけてるの見たことなくないですよね、カズンさん。僕赤と黒と白って決めてんすよ。あ、全然いいっすよ、全然いいっすよ、全然。もう何年だろう、始めてから3年ぐらいずっと赤黒白だよね。だから黄色見れるってもう超激レアっすよ。黄色い和道。初めてじゃない。カツ軍曹練習不足じゃねえ？勝負はしたんだけど。いや、俺は別に知らないよ。相手のこととか周りのこと気にしてる余裕なんかないもん。カズ軍曹でも弱くないかんね、強えかんな。あ、コロコロ取って。カズ軍曹普通に手合わせたことあるけど、普通に強いよ。若いし体格恵まれてるし、あれ本気でやったらプロいけるっしょ。肝も座ってるし、まあ喧嘩屋でしょ、喧嘩屋。どう考えてもね、江戸川区仕込みの喧嘩スタイルでしょ。でもカズ軍曹負けたらあれだよな、ファン離れると思うぜ。捨て頃は負けたらもうねえ、みんないなくなるからね。こんばんは。若さもあるからね。軍曹強いよ。ツエデブセコンド降りたんだ。どうしようもねえなツエデブ。ツエデブっていいな。ツエデブ使えねえな。まあ面倒くさかったんじゃない単純に。のんちゃんコメントさばいてよ。顔出しじゃないからいいでしょ。好きなこと言っていいよ。はい、ツエデブ。軍曹が断ったんだ。のんちゃんツエデブ嫌いだもんね。うん。大嫌いだもんね。ゆうちゃん、アドさん頑張って。ありがとう。いいよ、チェンジして、ちょっと俺タバコ吸いたい。よいしょ。のりこに変わります。のんちゃんが喋んないでラジオ配信だからなんもないよ。喋れってもつゆだくは治んないんだけどまだ。何つゆだくって？口がつゆだくなの。なんで？わかんない。今よだれ出てくるの？なんで？わかんない。おお。ずっと結構前から。何日くらい？1ヶ月ぐらい。おかしくなってる。壊れちゃったんだ。壊れちゃってる。だから近く行かないと声拾わないから。あ、みーたんさんありがとうございます。明日リラックスします。あ、カズのんたんあえあカズ会えるの楽しみにしてるよ。のんたんも頑張れって。頑張ります。中学でいっちゃんみたいになっちゃってんのよ。喋れないよ。いいよ普通に。はい、あと鮫島さんもいますね。鮫さんも僕の先輩紹介するんで、カズンさんうんこく先輩なんですけど、めちゃめちゃ可愛がってくれてる。ちょっと性格気難しいんですけど、ぜひ紹介させてください。ネットで超有名人なんで、敵に回したら一番いけない男って呼ばれてる男っす。鮫島っていう赤い方は早く来ても入場はできないからね。全てが伝説だからね。鮫島伝説ってもう多分なんだろう、ウィキペディアだったら長文になるよね。浜のシャーク最高だよね。ていうか鮫島さんがこうやってセコンでやってくれるなんてありえないからね。カズンさん鮫島さんとか超異色でしょ。2人とも大御所だからね。超恵まれてんだけど、ほんと可愛がられてなんぼだよね。うん、ああもちろんもちろん大丈夫だよ。明日全部出すから。負けそうになったらチンコ出してね、捨て頃ごとぶっ壊してやろうと思ってるから。イベントごとぶっ壊してやろうと思ってるよ。負けそうになったらね、必殺技あるから。ドリチン。よしとか言って。だから配信外であとはやってもらうから。配信外でぶん殴りやってもらおうぜ。ああそうなんだ。子育てはね、命を育む一番、生命として一番尊いことだから、自信持ってライムさん、子育てはもう生命としてのもう最高の仕事だからね、うん、誇り高いことやってると思って、ライムさん。そうね、乃木兵いらっしゃい。のんちゃん T シャツ見る？見た？見た。T シャツもできたよ。あれ着ていくんだもん、のんちゃん。いいよね。S サイズだっけ？選んで着れば。まだいい。足下げるから。見たい？うん。いや、子育て間違いないでしょ。子は宝なんだよ、子は。俺らはそうやって脈々とこう継いできたわけだ、命だろう。うん、なあ。バーガーありがとう。ペコポコランドありがとう。T シャツ見せろ。のんちゃん T シャツ1枚持ってきて。ちょろっとじゃあ顔出します。 T シャツなんか S サイズ、小さめのサイズどっか引っ張り出してきてよ。あれでっかいやつだから。いや俺も開けてないんだよ。いくないよ、大きいのだとサイズ感が分かんないと思う。あれ XXL で一番でかいやつだから。配信モードこれかな。バーガーありがとう。じゃあ初お披露目しますか。取れないよ。なんとか取って。みんな買ってね、T シャツ。T シャツがとんでもない量あるから、ちょっと今のりこが引っ張り出すから。髪染めてます。おお、金になったね。いかついね、金髪ね。今赤に染めます、こいつを。うん。クレイジー。お、来た。それなん？サイズ。いいじゃん、いいじゃん。ここに書いてある。多分。これ M だ。のりこのデザインかっこいいでしょ。これが表、釈迦が暴れてる。いいでしょ、かっこいいでしょ。裏面みんなの名前入り、みんなの名前入ってるよ。これが和道 T シャツね。5000円で販売しますんで、まあ、買ってください、会場で。ありがとう。うん。かっこいいでしょ。燃えてない、燃えてない。いいでしょ。じゃあラジオに変えます。ラジオ配信モード、ラジオ。ありがとう、ゆうちゃん。出来人？出来人って何？いや楽しむよ、とにかく本番は祭りだから、うん、ありがとうね、花火。ゆうちゃんありがとう。花火ナイスー。お、72分だ。ちょっと俺髪の毛洗ってくるからのりこに代わるね。のりことちょっといろいろ話してて。できる人ね。はいはい。ちょっとシャワー浴びてくるわ。のんちゃん頼んだ。はい、ラジオだから顔出していい。牛島くんに見えます。バチ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 。みーたんよろしくお願いします。花火パチパチ、花火ありがとうございます。ひげは染めないことにしました。猫屋さん、あ、みーたん素敵な T シャツありがとうございます。頑張って描いたんですけどね、 T シャツにするときにあんまり細かい部分が出なかったのがちょっと残念です。ライムさん、今日アワゾーさんって言ってるよ。赤い方ありがとう。 T シャツかっこいい。猫屋さんデザインかっこいい、ありがとう。カズもありがとう、才能あふれてる。じゃあみーちゃんさんもいつか教えられる時があったら、そんなでも人に教えたことないんであんまりできないですけど、よろしくお願いします。自分がデザインした T シャツだから自分が着るのは嬉しいね、やっぱり。よろしくお願いします、みーたんさん。カーペーとかやってるから。じゃあ今度赤だ。よく洗った？え？よく洗った？よく洗ったよ。ドライヤーした方がいいよね。うん。あれいつも乾かしてやってたっけ？乾かさないと水分が含んでるから入らないでしょ。そうか。うん。うわすごい。かっこいいね、金髪も。不良っぽいよね。お猿さんっぽい。お猿さんっぽい。孫悟空みたいな。孫悟空。おお、いいじゃんいいじゃん、綺麗に染まったね。孫悟空。すごいね、スーパーサイヤ人だね。じゃあドライヤー入れるか。T シャツおしゃれです。サイズ感ちょっと心配です。え？何が心配？サイズ。何のサイズ？何のサイズ ？T シャツ。何が心配なの？サイズはでっかいのまであるよ。S、M、L、XL までが5000円。XXL と XXXL が500円増し、5500円。今回先着30名様までは5000円で販売して、定価 24,800 円です。ヘアキャップある？うん。みっさんこんばんは。明日頑張ってください。応援してます。頑張ります。みっさん S あるかな。 S あるよ。 S もある。 S あるよ。サイズな、何枚どれが欲しいとかね、 DM もらいますね。俺の専属デザイナーだからね、のりこは。ヘアキャップ用意しといて。大丈夫？サイズは多分、全部入るね。女性で小柄な人は S で。まあ、バンド T シャツみたいなもんだからダボっと着てもかっこいいよ。ピタッと着るよりダボっと着た方がいいと思う。普段着じゃないからね、イベントの時とかに着るやつだから。まあ普段着でもいいけど。2回染めっから。2回、まあ1回仕上がったら1回でいくけど。おい先んちょバーガーありがとう。うん、コメント狂ったようにコメント、和道コメント書いてね。狂ったように和道コメントよろしく。嬉しいね。花火は和道にしかかってない。いいね。パンダね。いいんだよ。じゃんじゃん花火ください。よろしく。ありがとうね、みーたん。あれ、しかもさ、面白いのがさ、YouTube って、なんだっけ、男性か女性か年齢とか全部わかるの。データが取れるのよ。で1600人今フォロワーいるんだけど、男性と女性どっちが多いと思う？みんな男性と女性和道リスナーどっちが多いと思う？これね笑ったよ、この前データ見たらね、意外なデータが取れて、みんなの印象男性と女性どっちが多いか。全然 YouTuber らしくないデータが出たんだよね。みーたん男性だと思う。先んちょは女性多い方、女性と男性。はーちゃんは男性の方が多いだろう、和道はって。男性が多いと思うでしょみんな。実はね、YouTube のデータ見たら、俺の動画とか俺のフォロワーって6割が女性なの。6割女性で、男性が何割だっけ、4割で、女性の年齢層は、ありがとう、お花火ありがとう、匿名さんありがとうございます、いただきます、頑張ります。で年齢層は35歳から、45歳が3割、45歳から55歳の女性が何割だったかな、6割かなだから35からね、55歳の女性がメイン層なの10代の女性とか全然見てないの笑うでしょ。いや、くっそ笑ったもん。男の人も同じぐらい、年齢分布図は。相変わらずね、年上に好かれてんだよね俺。よし、お願いします。みんなギクってなってるでしょだから35以上の女性に愛されてますよ僕は。20代とか皆無だからね。男性が少なかったの意外だったんだよな。 YouTube だけじゃないの、俺のフォロワーだから。ここにいるのも同じ年齢なはずなの。ありがとう匿名さん、花火ありがとう。誰がいくつとか分かんないけど、和道さんのフォロワーの年齢はこれくらいですよっていう円グラフが出んの。だから綿あめ特定することはできないよ、綿あめの年齢とか。一人一人は分からない。そう、ババアとジジイに支えられてんの俺は。あ、20代なんだ赤黒、知らなかった。うん、20代 8% とかだったよ男女比でも。全然20代いない。まあ20代に受けるコンテンツやってねえかんな俺が。もうべっちゃべちゃに塗っていいよ、地肌気にしないで。うん、あ、20代のフォロワーよく言うね、周りと年合わないとか年上と話すのが好きって。この赤いいよね、のんちゃんが選んでくれたね、ストロベリーレッド。今赤に染めてる。あ、毎回綺麗に入るよね。俺の赤綺麗ってみんなに言われるもん。どこのメーカーみたいな。最近マニパニが流行ってるらしいけど、俺マニパニ使ったことないんだよね。俺はね、ホーユーっていうメーカーの使ってる。ホーユーって最近 CM やってんのかな。昔ホーユーってね、うん、CM やってたよね昔。ヘアカラーの会社だよね、うん、ホーユーのストロベリーレッド使ってるね。ヒカルくんと整体行こうかな。ヒカルくんどこにいるか知ってるみんな。今日ババアがねアンチになることほとんどないね。ババアは人を見る目あるから。若い女とかフラフラするけど、ババアは好きになるまで時間かかるから離れない。ずーっと支えてくれる。俺ババアめちゃめちゃ大事にするじゃん。ババアで生きてるからね。ババアに生かされてる。俺の女たち和道ギャルズ。全然ギャルじゃない名言ババアに生かされてるねえのんちゃん、うん、ババアはいいぞ。多分ね、ゴム手袋つけてグリ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 やった方が早いと思うよ。ふふふふ。貢いでババア最高だよ。皮膚についたら取れないからさ、ティッシュで拭いて、ついたら。新規版でホテル取ったの。てか明日来る人教えて。明日来る人手上げ。明日来るよっていう人。OK。OK。いいよ。明日現実来る、当日来る人。解放。数。もう充電切れんな。解放数2人だけ。こっち向いた方がいい？うん、大丈夫。大丈夫。はい、お疲れ。倒して。ん？こう。会場でね、お団子さんいらっしゃい。会場ね、絶対来た方がいいよ。配信好きは勢ぞろいだからね。50人60人ぐらい集まるからね、配信者が。はい、こんばんは。おい、アグリンいらっしゃい。アグリンいいね、弾丸塾ね、頑張ってねアグリン。たくみさんとかいたけどね、まあ今見てないんじゃん。和道グッズ販売所で集合ね、みんな。うん、音声聞こえない？音声聞こえない？どう？ね、頑張ってね。行きまで配信つけて OK だから。もう会場押さえてあるから。音 OK だよね。聞こえるよね。負けたらアンチになるのはファンじゃねえから、うん、負けを想定してる時点であれだよ、ファンじゃねえ。俺が負けることなんかありえないから。まあ見ててよ、沸かせるから。ルックミーだよ、ルックミー。応援しててよかったっていう。共有させるから。俺の勝利はリスナー全員の勝利だから。治った？そう、すなわちババアの勝利。ババアとジジイの勝利。俺を選んだこと後悔させてやるよ。ねえ、あ、そっか、みーすけ明日誕生日か。そうだ、みーすけに勝利をプレゼントしよう。YouTube は本来キッズなんだけど、俺はなぜか主婦勢が多いね。主婦から愛されてる。音が流れたらミラーになるからバンになるよ。音流したらダメ。ていうか俺もうそろそろ配信切るから。うん。花火3発ありがとう。みーすけありがとう。トトカルジョやってる人いいんじゃないのっていうか、いい賭けになるかんね。俺いると思うよ、リスナーでトトカルジョやってるやつ。絶対いるよね。絶対いると思うよ、うん、絶対いるよ。だっていいネタになるもん。うちわでやってんじゃないの。格闘技ほどトトに向いてるやつないからね。だからタイとかムエタイとか全部かけられるからね。耳直木兄さん仕上がってないね。うん、仕上がってない。全然仕上がってない。どこをどう見たらあれが仕上がってるように見えんの。笑うんだけど。昨日なんかやってた直木兄さん。ふわっちでやってた。どこでやってたか知ってる？セフィ。直木兄さんがどこでやってたか。直木兄さん仕上がってないよ。超不安だと思う。ありがとうシールさん、花火ありがとう。いや言うねえじゃなくて、俺思ったことしか言わねえから。全く仕上がってないよ。多分不安で今眠れないはずだよ。ありがとねシールさん。健闘なだけに健闘っつってね。昨日なんか10時頃どっかでやってたんでしょ。多分ね、不安で寝れないはずだよ今。花火ナイスー。自信あるね、正直今回は。キャスでやってた。タイムシフト残さないね、やめてほしいんだよね。さっき見たけど見れなかったんだよね。まあ不安の表れだよな。TJ さんのツイッターで見た。 OKOK、サンキューセフィ。じゃあ俺そろそろ配信切ります。YouTube ライブで後でやるんで、もしよかったら YouTube、通知入れといてください。それじゃあ皆さんお疲れ様。おつおつ。YouTube で会いましょう。みんなありがとね。おつ。